ウィーバータクチャンネル。どうも、現代忍者タクです。忍者犬の犬丸です。ねえ、ねえ、ねえねえ、タクちゃん、うん、この間ね、犬丸さ、タクチャンネルを見てたわけですよ。ほうほうほう。で、そしたらさ、白丸いたでしょ。もう白丸ね。白丸がさ、なんか大変なことになってたよね。まあ、あれやっぱりあのシリーズは監督が雄大さんだから、やっぱりタクちゃんの友達。そうそうそう。あ、俺は知り合いじゃないんだよ。あ、そうなの。坂口拓っていう一番上の兄が、お兄さんの友達。ほら、地獄甲子園から。おお。え、何年ぐらいの彼は、あと多分20年以上付き合ってんじゃないか、うちの兄は。そう、だって俳優引退して今忍者の里行っちゃってるけどさ、うん、それまでだから多分久々に雄大さんと会ったんじゃないか、引退してから。それでやってるんじゃないか今。なるほどね、うん、またなんか2人で、いや、兄もなんかやりたいなって言ってたな、それやな。そっか、楽しみだね、うん、そうだね。でさ、話を戻すけど、白丸がさ、燃えてたでしょ。うん、あれ、暑そうだよね。そう、あ、暑さで思い出しちゃったな。つまり、うん、誰でもスピードが速くできるというやり方もあるんだ。何それ、知りたい。あのさ、うん、ぼーっとしててさ、熱いもの触った時にさ、こう、あちっってなる時ない？ある。あるだろ。昨日なった。なった、うん、その時のスピードってみんな速いんだよね、実は。それは力が抜けた状態で、その暑さに対しての熱っていうので動くから、すごいスピードが速いんだよ。それを使うという技もあるよ。それを使うっていうことは、その熱いってなってるやつを再現するってこと？そう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 、体でね、自己暗示っていうする技なんだけどね。うん、うん、だから、今日は、ね、うん、その技をやろうかと思ったんだけど、おその技も取り入れつつ、取り入れつつ映画リボーンでやっていた。まさか今日はカランビット。わー、カランビット。これの使い方を説明し、そして実践してみようと思ってます。おー、それはテンションが上がる。よし、じゃあやってみよう。タクチャンネル。それじゃあカランビットの使い方をゆっくり教えてください。で、今日はカランビットと2で使う、2で使うブレイカー、ブレイカー、この両方の説明をしたいと思います。お願いします。じゃあお前下がってな、大勢のやつも忘れずにやってね。お前そっちバージョンだったんだね、出てくるじゃなくて。うん、休憩するバージョンね。休憩します。 OK。 あ、じゃあ下がってな。はい、じゃあ、ゆっくりと説明しましょう。まずカランビットですね。カランビットはここを利用しますね。それで必ず相手の手首にかけて、ルーズかけてください。ね、もう一度やってみましょうね。ちょっと待ってくださいね。このブレーカーも使っちゃうから無意識にちょっと置いておきますよ。ね、ここのとこを使って、シュッ、引っ掛けて、ね、映画リボーンで懐かしいですね。必ずウェーブをかけて、このチョクもいいですよ。そういうのもありますよ。映画ではそっちが多かったですね。あとは、こういうのもありますね。こう相手を入れてからね、自分のナイフでもウェーブかけちゃってもいいしね。これが映画リボーンで使ってるカナフィットだね。次、ブレーカーいくよ。ブレーカーはね、この2つがもうかな絡まりやすい。こうでもあるし、ここでも効いてるし、ここの両方でどうでもできちゃう。うん、なんだろう、これ自身が相手を欲しがってるような感じで、うん、もう何でもできちゃう。ほら、何でもできちゃう。ほら、さあ何でもできちゃうね。この両方を使ってやってみてください。それでは今日は大人数、犬丸に言われてるんで2頭やってみましょう。今日は珍しく旧型と白、そうだね、ケンジが作ってたカランビットナイフ
これを右手に、そして私は右利きですが左にブレーカーを、この両方やってみよう。うらっ、おかっ、うらっ、おかっ、おかっ、かっこいいね。そうなんだよね、うん、この湾曲してるところをね、うん、うまく使うってことだな。お月様みたいですね。そうだね、うんうん、まあこれは映画でね使った技ですからね、うん、皆さんもそれのことだけはねよく分かっていただきたいなって思ってる ね、 そうだね、うん、でさ、やっぱカランビットといえばリボンでしょ。リボンよ。リボンってさ、うん、いろんなところで戦うじゃん。コンビニとか、うん、そうだね、山とか、うん、たくみさんとかはさ、うん、車椅子に乗ってなんかこう、そうそうそう、ガンみたいな感じで、ね、あれ夜中に先生が車椅子で、うん、少しやっぱアクションをやるんだって言って考えてて、うん、で夜中にユージが起こして、夜中にそうそう、その技をねご披露してたね、うん、ていうかあの時も思ってたけど先生って いつ寝るんだろうってぐらいずっと寝てなかったね。そうなんだ、うん、まあ確かになんか眠ってるイメージはないよね、うん、よくあんなに眠らずにいられるなって思っちゃうなそうだね、うん、でさ、うんうん、女の人も戦ってたでしょ、エレベーターのさ、塩田さんね、うん、そうそうそう、あの綺麗な女の人、そうそうそう、電話ボックスで戦うっていうのはね、うん、あの某機関のね最終テストであるんだ実はあれ。実際にあるテストをああやってアクション、結局外国の人たちってみんな体が大きいだろ。大きいね、うん、もうタクシーの倍ぐらい、そうそう倍ぐらいある。ただ俺の侍刀よりは、ね、おい、言われたんだよ。そうかそうか、あの、うん、まあ電話ボックスで体をうまく使うっていうことね、うん、つまり骨を体をうまく使うことで、要はあのさ振り上げたりしたら電話ボックスガツンと当たっちゃうじゃん、肘がバーン、そうそうそう、つまり全くお互いに距離がないところで戦うっていう練習になる、うん、なるほど、うん、それが一番近接戦だ。そうだよ、それが一番極めてるのが、うん、ゼロ距離戦闘術になるわけですね。ゼロレンジコンバット、私ゼロレンジコンバットのタクと申しますってね。何なのそれは。あ、まあそうかな、うん、まあ先生に習ってるけど、うん、習ってるけど、うん、ゼロレンジコンバットの人ですねってよく言われる時があるんだ、うん、だけど正確には師匠は先生だけどゼロレンジコンバットの人ではないんだけどね。まあそうだね、うん、だけどまあいいか、いいんじゃないかな。そうだね、うん、じゃあ今日はこれまでということで、はい、じゃあ言います。はい、高評価ボタンを押してね、チャンネル登録もよろしく。Weebah!